はいどうも、ヒコボン、心の声です。一種セレブレーションが開始されました。目玉は、スタージャの色違いでしょうか。もう見つけようと思っても出ないので、これは出たらいいなぐらいで。ベイボだとゲノセクトが復刻されます。なぜか色違いはないです。そして今回楽しみなのがこちら。チャレンジで捕まえるポケモンが指定されてます。これは燃える。ステラタウンに行く用事があるので、そのついでに捕獲していきたいと思います。頑張るぞ。早朝曇っててどうなるかと思ったけど、今日もなかなかにいい天気です。1匹目遭遇です。スタージャ、いきなり色違いなんてことはなかった。どれぐらいの出現率かわからないので、ズリの実で確実にゲットしていこう。ボールが当たった瞬間に達成の表示が出た。雑だなぁ。ゲットできたかどうかすぐ分かっていいけども、普段のぐるんぐるんが単なる演出でしかないことがわかる。とりあえず1匹目達成です。プチプチ潰していく感じがとてもいい。すぐに2匹目出ました。ミジュマルです。簡単すぎるとつまらないんだけど大丈夫かな。サイアクテシードがいるので大丈夫なはず。あいつはそう簡単に出ないと思う。頼むぞテシード。難しさを求めるとか珍しいパターン。ケロマツは大変すぎたけど、その半分ぐらいの難易度できてほしい。今となってみればケロマツもいい思い出になってます。2匹目ゲットです。残り7体、最後のテシードが楽しみです。この先にトカブとヨーテリーとダンゴロがおります。一気に3匹ゲットです。トカブ発見。ゲットの判別がほんと早い。ポケモンいなくなってしまった。あっちですね。そろそろ出るはず。2匹一気に出ました。まずはダンゴロから。4匹目ゲット。続いて隣のヨーテリー。5匹目ゲットです。残り4匹です。おいおい、簡単すぎるぞ。いや、ヨーテリーの進化系のハーデリアは難しいかも。もしかして進化させればいけたりするのかな。ダメでした。しっかりしてる。そうこなくっちゃという感じ。この方が燃える。そうなの。ユニランが出ました。ゲットです。
残るは3匹。宮灰にチャレンジ対象のポケモンはなし。進みます。歩道が広くなって通りやすくなった。スピードの出る自転車なら車道走るだろうけど、私の折りたたみ自転車ならこっちが安全。ここからはいつもの人気ロードか。驚いた。やっぱりこの道は危ない。ハーレリア出ました。ここまで見なかったのでレアだ。近いです。一応色違いチェック。出ました。金釣り使って確実にゲットしていきます。ゲットです。7匹目です。残り2匹。頑張るぞい。ニヤバイには出てませんでしたが、シママが突然出ました。これはズリの実でいいかな。ゲットです。残るはやっぱりあいつテッシードだ。ここまで出ないんだから相当だぞ。でも燃える。もしかしたらお香から湧くかもしれないので、お香焚いてみます。では出発。お香焚いて、これからって時にタスクからあっさり出ちゃいました。卵2個孵化のタスクがテシードです。タスクという手段をすっかり忘れてました。まあこれはこれで良い思い出かな。こういうのあるから事前に攻略サイトから情報を入れないんです。ノーガードでぶち当たって困るのもゲームの楽しみです。ノーガードすぎる時もあるけど。これはゲットの表示が最後に出てきた。本来はこうじゃないとダメだ。ああ終わってしまった。でもなかなか楽しめました。さらにそれぞれの捕まえる数を増やすともっと長く遊べていいかな。スペシャルタスクじゃないからここには追加されないのか。おっと12キロ卵孵化だ。ヤブクロン多すぎる。終わろうかと思ったらメダルが出てきた。なんとこのチャレンジがメダルがあるのじゃ。なんという好タイム。というわけで一種セレブレーションはこれにて終了です。やはりイベント始まったらこういうのあるといいね。帰りはポケゴートレーナーの補給基地スシローで昼食。トラフグ川湯引きなんてあったので注文。珍味ですが悪くはなかったです。注文パネルがバグった。今回はマグロが大当たりです。味が本マグロに近いです。同じお店でもこういうのがあるから面白い。常にいい状態のマグロが入るわけじゃないですからね。全部マグロでも良かったぐらいです。ごちそうさまでした。